MSX、MSX2、MSX2 MS とは MSX 規格の一つで1988年に発表された。MSX1 から MSX2 への大幅な変更と異なり、MSX2 での変更点は VDP 変更による表示機能の追加や一部オプション規格の標準化に止まっている。V9958CPU 在ログ車。 Z80A 相当品 VDP Yamaha V9958 画面モードスクリーン0から9 MSX2 準拠スクリーン10.11グラフィック256-212ピクセルに、画面固定12499色プラス512食中16色スクリーン12グラフィック256-212ピクセルに、 画面固定19268色メインメモリー6 4イト、ベレム1 2 8キロバイトサウンド MSX1 準拠 PMSX1 準拠 MSX2 では従来の V9938 に対し上位互換の V9958 を搭載したこのことにより多色表示である自然画モードと 横方向のピクセル単位のスクロール機能が追加された。この2点が MSX2 での規格上の最大の変更点と追加機能とも言える。自然画モードはスクリーン8と同じベレム容量、解像度で扱える色数を増加させた画像モードで色相4ドット単位で丸め、なおかつ青の色装置を省くことで画像の精度は落ちる、ものの発色数を 論理値で一万九で19268色に上げている。その特性からドット単位で色が指定できず、自然画以外では4ドット単位でブロック歪みが顕著になる、扱いづらさがあり、市販ソフトでも特典映像で取り込み画像を表示する程度の使い方しかされなかった。横スクロール機能も VDP の位置補正の機能を利用することによって、 制限や制約がつくものの同様の動作を MSX2 で実現するものも現れた。それらの処理は機種判別を行い MSX2 の場合はハードウェアの機能を利用するように作られたものもあった。上記の変更点を除き従来からあった機能や速度の強化はされていないためビットマップモードでは動きの多いソフトウェアを作成しづらいという状況も変わりはなく結果として MSX2 は MSX2 に対して大幅なアドバンテージを有していたとは言えなかった。MSX2 ではオプション扱いだった漢字ロムが標準搭載とされた。なお、MSX の漢字ロムはフォントの形状は規定しておらず、特定の文字コード以外は各社該当する文字が同一であれば、フォントそのものは同一であることを要求していない。また、詳細は、 各社でまちまちだったフロッピーディスクドライブの規格や内部スロット配置が標準化された。規格にはオプションとして MSX10、m s x ミュージックが盛り込まれた。実際に発売された MSX2 機の大半はこれらの規格を内包した仕様で発売されている。本体仕様に密接な VDP 以外は拡張仕様であり、オプションとして 商品も存在したため、結果的に MSX にも V9958 で追加された機能以外は MSX に相当の機能にすることが可能になっていた。これらの状況から、市販の MSX 用ソフトウェアは MSX に発売以降も、用、漢字の無等の正しがき付きの MSX に対応製品がメインとなり続けた。 MSX2 専用ソフトは数えるほどしかなく、兼用のソフトウェアで、MSX2 では最適化された動作をするという形となっていた。MSX2 までの実装では、裏ラムに起動可能なロムイメージをコピーすると起動時に、そのイメージを起動可能なロムとして認識し、自動的にそれが起動する可能性があった。通常 D-LAM は、揮発型の記憶装置であり、 電源弾と共に優位な値は持たなくなることが期待されていた。そのため MSX2 では起動時にメインメモリーのロム識別 ID に該当するエリアをクリアするように変更されている。システムの起動画面は左右から横スクロールで大きい MSX ロゴが現れ、メインメモリーの搭載容量がキロバイト表記で表示された。市販された製品は十四キロバイト搭載のもの。 だけだったが、拡張すれば、その分も加えての表示となる。MSX2 では、起動時に消去しなかった、スクリーン5のページ1は、起動時のスクロール処理に使用されるため実装の、都合上、クリアされるという挙動の変化も存在している。ひらがななど一部の8ドットフォントが改善され、スクリーン0で、横にドットが切れて読みづらくなることがなくなった。追加された漢字モードでは、 シフトディスコードを使用するため、MSX 固有のひらがなやグラフィック文字などの MSX フォントは文字分けする。MSX に規格に参入したのは、ソニー、産業電機、松下電機産業の3社だけとなった。ヤマハは、VDP と FM 音源、東芝は Z80 カスタム CPU などの部品を提供するのみになった。 発売された機種はすべてキーボード一体型となり、セパレートタイプのマシーンは発売されなかった。また、規格の上では必須ではないが、大半の機種で FDD を1から2機搭載していたことから、供給ソフトのメディアの主流は、完全にロムから価格の安い FD へと置き換わった。産洋電気 w a y 7 0 f d w a y 7 0回 D2、Waybee35 ベーシックコンパイラを内蔵。 単漢字変換で MSX 呪は内蔵しない。ウェイビー三十五は日本国内の一般向けのモデルではなく FDD 非搭載。ウェイビー三十五は日本農立協会が教材として販売していたモデルでこちらも FDD 非搭載。パソコン入門という教材がカセットテープで供給されていた。ウェイビー七十 f d はフロッピーディスクドライブを一機、七十回 D2 は二機、 搭載。ソニー HB 回 1XDJ、HB 回 1XV ゲーム開発ツールディスクを付属。筐体は MSX2 の HB 回1、XD シリーズから流用。MSX10 内蔵。漢字ロムには g i s x 9 0 5 1のビットマップフォントが使用されている。XDJ は1年ほど使用しているうちに、 fm 音源の音が小さくなるという回路の不具合があり、メーカーでコンデンサー交換による対応をとっていた。またメモリーは 64kB ながら、ハード的にはマッパーラムとなっており、ページをまたいでのセグメントの移動が可能となっている。メモリマッパー規格は、最低 128kB で切り替えバイオスがなくては、ならないので厳密にはメモリマッパー対応ではない。XV は、 本体のカラーリングを変更してバンドルソフトウェアを充実。回一シンセサイザー。回一ツールディスク。文書作材文。シリーズ全体を通してキーボードの隙間から混入したゴミによりフィルム上のパターンが断線するという問題を抱えており、2019年現在はこれを解決するための導入ハードが作られている。FSA1WX 松下。 電気産業 FSA1WX、FSA1FX、FSA1WSXW シリーズはワープロ内蔵、FX は FM 音源、MSX 受ナし。WSX は S 端子を付けた代わりにカセットテープ端子を削除。改造して後付けすることは可能。10.7MHz のオシレータ出力を搭載している。 MSX 規格の CPU クロックである 3.58MHz は、これを3分周して生成する。また、これを2分周した 5.38MHz のモードを持ち、内蔵はープロを高速に動作させるために使用された。ベーシック等からも利用が可能で、ベーシックより、アウト65154と打ち込むなどの方法で、i、O ポートに、規定の値を出力することで、 入力周波数が変化する。ただし、MSX エンジンに対する入力周波数が変化することから PSG の音程など、そのクロックをよりどころとしているものは全て影響を受ける。ありがとうございます。